ットバ大民3号棟です。お邪魔します。はい、左側に木の上北米町のシューズボックスがドンと構えてます。そしてリビングです。リビングはこのようにね、吹き出し窓から隣の壁には3つ窓があり、明るく非常にいい過ごしやすい空間を作ってます。そしてお隣には畳コーナーがありますね。3畳ございます。いいですね。たまにはお疲れの時はゴロンと横になってくつろいでいただく。そしてここにはたくさん物が入るクローゼットがあります。やっぱりね、リビングのそばの大きな収納スペースは大変ありがたいです。はい、キッチンです。キッチンね、このようにシステムキッチン、濃いブラウンをですね、化粧した非常に落ち着きのあるキッチンです。陸地のガスコンロと、そしてシンクも広いですね。このようにキッチンからリビング、畳コーナーを見渡せます。はい、奥さんもね、安心して王様と会話をしながら食事ができます。今夜も今度は楽しみですね。はい、隣が洗面所です。洗面所もこのように大きめのね、洗面台があって洗面鏡をついてます。おしゃれをしっかり、ね、していただきますね。はい、浴室です。バスタブも広くて大きい、そして窓もあってしっかり換気ができそうです。正面はこのような濃い北米調の壁で、単調な浴室を少し、ね、気品を持たせて非常におしゃれに仕上がっています。はい、階段上がる前にこちらにトイレがございました。1階のトイレですね。はい、しっかりと窓もあって換気も良さそうです。はい、2階に行ってまいりましょう。階に上がりますと、まず L 字になってますね。そして正面が、あ、トイレでした。はい、このように2階のトイレもね、シンプルですが機能をしっかり保ってます。窓もありました。お部屋です。お、明るい。もう上がってきた感じで全然違いますね。やはりこのようにね、窓がこう3つついてますから、いいですよね。そしてクローゼットも広め。はい、ちょっと出てみましょう。バルコニーに出れるのがいいですね。直接出れます。はい、このように前が圧迫感がなく非常に見通しもいいですから、日差しもしっかり降り注ぎますし、お洗濯物なんかもすぐに乾きそうですね。いいですね。はい、お隣行ってみましょう。隣のお部屋はどうですか。はい、こちらもね、さっきのバルコニーに続いてますね。そしてこちらも、あ、すごい、一面にです、片面が3つ窓があります。あ、ここはウォークインクローゼットでした。非常に物がしっかり入りそうです、生活してますといろんな物がね、溜まってまいりますが、収納エリアは大事です。続いて最後のお部屋です。最後の部屋どうでしょう。はい、こちらも2面採光、大きめの窓が入ります。いいですね。はい、こちらは、はい、こちらにクローゼットがありました。はい、しっかりと物が収納できます、ね、いろんなお子様の部屋に持ってこいじゃないでしょうかね。例えばね、このお部屋も四角じゃなくてね、このように一部傾斜ついてますので一つのアクセントとなってます。まあ、いろんなお部屋がございます。3号棟ぜひお足をお運びいただきまして、現地を確認してください。お待ちしております。